ポンフレットはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は島ヶツオカの総称にちなんで命名された。インド洋沿岸ではマナガツオカもポンフレットと呼ぶが、アメリカではバターフィッシュの英名が一般的である。西島ガツオビッグスケールポンフレットポンフレットは1943年7月14日に、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。10月27日にマリリン・マローニによって命名浸水し、1944年2月19日に艦長フランク・シーエッカー中佐の指揮下収益する。訓練後ポンフレットは6月1日に新珠湾に到着した。6月23日、ポンフレットは最初の紹介で九州東部、 文後水道方面に向かった。ミッドウェイ島を経由して、紹介海,海域に到着。7月6日に、日本軍機の攻撃を受け、緊急戦航を行った。7月12日には、日本軍の病院船に遭遇するが、攻撃は行わなかった。7月14日、ポンフレットは、文後水道で紹介中、SJ レーダーで2万1000メートルの位置に目標を、探知した。 ポンフレットは直ちに目標に先回りして待ち構えた。やがて目標が見え、それは戦艦と巡洋艦、複数の駆逐艦であるらしいことが分かった。この艦隊は今作戦中止後に田中西島に下がり、その後内地に向かっていた戦艦負荘と第四駆逐隊の満潮の分け三雲であり、下白のためスクモ湾に入るところであった。 ポンフレットは不走に対し絶好の攻撃体制を取っており、先行して攻撃準備に入るはずであったが、先任将校からあと10分浮上しているよう進言され、先行しなかった。ところが、3時5分になって不走から、サーチライトの照射と砲撃を受けポンフレットは、急速先行し、大急ぎで、魚雷6本を発射。しかし、魚雷は不走に命中しなかった。 8月16日、ポンフレットは54日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。9月10日、ポンフレットは2回目の紹介で、ルソン海峡及び南シナ海方面に向かった。9月26日、ポンフレットは、ルソン海峡で艦隊を発見した。これは、リンガ白地に向かう、第2戦隊の戦艦山城、不装と駆逐艦磯風、裏風、雪風であった。 ポンフレットは約15キロまで接近したが追いつけなかったため、昼間だったが浮上して全速力で追跡を続けることにした。ポンフレットは近くにいると思われた、スヌークとコビアに艦隊情報を送信しつつ艦隊を追い続けた。しかし、追撃中に敵味方不明の潜望鏡を発見。ポンフレットは潜水艦の攻撃を避けるべく先行したが、 その間に、艦隊は去っていった。10月2日夜、ポンフレットは、北緯20度50分統計121度31分、北緯20.833度統計121.517度、20.833121.517の、バタン諸島、イバヤと島近海で、悪天候をついて南下してくる玉28船団を発見。津山丸に向けて、魚雷を、 発射、日本命中させて撃沈した。その後、ポンフレットは、紹介海域を撤収した。10月12日、ポンフレットは30日間の行動を終えて、サイパン島、タナパグワンに帰島。艦長が、ジョンビー・ヘスに変わった。10月28日、ポンフレットは3回目の紹介で、ルソン海峡方面に向かった。同海域で、ウルフパックを組み、 11月1日から紹介を始めた。翌11月2日23時頃、ポンフレットは、北緯20度33分統計121度32分、北緯20.550度統計121.533度、20.550121.533の、バタン諸島、イブホス島近海で南下してくるモマ06戦団を、発見。アトラスマルとアンブルグマルに向けて、 魚雷を発射。魚雷はアトラスマルとアンブルグマルに、それぞれ一本ずつ命中し、ワブルグマルは、船体の上半分が浮いたままとなり、翌3日に砲撃処分。アトラスマルは、イブホス島に座礁した後台風で破壊された。11月25日には、北緯20度18分、統計121度34分。 北緯20.300度統計121.567度、20.300121.567の地点で翔タカラマルを撃沈した。その後、紹介海,海域を離脱しミッドウェイ島に寄港。12月15日、ポンフレットは45日間の行動を終えて、真珠湾に寄港した。1945年1月25日、ポンフレットは4回目の紹介で、 日本近海に向かった。この紹介での任務は、硫黄島の戦いの援護として、東京と名古屋に対して攻撃を行う第58任務部隊のレーダーピケット艦として、先行、総会を行うことであった。ポンフレットは、本州南方の担当海域で救助艦任務に当たった。2月16日、ポンフレットは、空母ホーネット艦再起パイロットを救助した。 翌日には、軽空母、カボット艦載機パイロットを救助する。同日、捕虜2名を救助する。3月10日には、日本軍駆逐艦と思われる艦艇に攻撃を行う、ものの失敗した。ポンフレットは3月23日に紹介海,海域を離れた。3月30日、ポンフレットは62日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。4月26日、 ポンフレットは5回目の紹介でオホーツク海を呼び千島列島方面に向かった。5月5日に同海域に到着。5月26日にポンフレットは敵の対潜水艦部隊に対して魚雷攻撃を行うものの戦果を上げることはできなかった。6月7日、ポンフレットは42日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。7月2日、 ポンフレットは6回目の紹介で、日本近海及び東、シナ海方面に向かった。本州南方での救助艦任務の後、東、シナ海での紹介を行う。7月19日に、嫌いの総会を始め、合計44個の嫌いを始末した。7月24日には、草垣群島の東大及び無線施設に、艦砲射撃を行う。 7月26日には3本マストのジャンクを呼び、スクーナーを破壊し、8月7日には大瀬崎灯台と通信施設に対して、艦砲射撃を行ったが、灯台に大きな損傷を与えたとは認められなかった。8月8日には B-25 の乗員5名を救助したほか、8月11日と13日にも小型艇への攻撃を行い、 日本人や朝鮮人の生存者救助を8月15日まで継続した。翌日、グアムアプラ港に向かい、8月21日に到着。補給後、同地を出港。8月31日、ポンフレットは59日間の行動を終えて、新珠湾に帰島した。ポンフレットは新珠湾を出港後、9月9日にサンフランシスコに到着した。 1946年1月2日、ポンフレットは、グアムに向けて、メアアイランド海軍造船所を出港、1月22日に到着した。3月9日に、スービック湾に到着し、そこからチンタオに向かい、6週間に及ぶ、対潜水艦船演習において、標的艦の役割を果たす。5月18日に、新たな母港の真珠湾に帰還した。 その後3年にわたって、同校を拠点として活動し、1947年4月から8月までと1948年12月から1949年4月までの2回の西太平洋巡航を行った。1950年、ポンフレットはサンディエゴに到着した。その後は西海岸沿いに活動し、1951年2月に朝鮮戦争に、 参加、9月まで活動した後サンディエゴに帰還し、沿岸での活動を再開。1953年4月に予備役となり、メアアイランド海軍造船所で、グッピーイーヤ回収が行われる。回収後12月5日に復帰し、その後はサンディエゴ沿岸での活動と、西太平洋への配備を交互に行った。百六十七年七月七日に極東に向けて、 出港、ベトナムのトンキン湾での対戦作戦練習を含む巡航を行う。1968年1月23日にサンディエゴに帰還し、その年の残りは沿岸での活動に費やされた。1971年、トルコ海軍への潜水艦の対応が再開され、ポンフレットはその最初の艦に選ばれた。3ヶ月の訓練の後、 7月1日にサンディエゴでトルコに引き渡されオルチレースと改名された。官名はオスマン帝国時代の主力戦の船長オルチレースにちなんで命名された。オルクレイスはオーバーホールのためフィラデルフィア海軍交渉に向かい、その後フロリダ州キーウェスト沖で1972年2月27日から3月22日まで対潜水艦船訓練を行った後、 トルコに向かった。1972年5月3日にトルコ海軍に収益、その後トルコから正式に購入され、1973年8月1日にアメリカ海軍を除籍された。オルジレースは1987年までトルコ海軍で活動した。ポンフレットは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。